How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。最新ニュースを使いながら英語力向上力を上げていきましょう。 NHK ワールドニュースを使っていきたいと思います。地震も多いし火山噴火も多いということで、まあ、世界中台湾も日本も、地震も多いですし、火山もインドネシアだけではなくてアイルランドでも火山噴火ありました。本当に地球が悲鳴を上げているのではないかと思うほどいろんな自然災害がありますけれども、今回はインドネシアで火山が噴火したというこのニュースを使いながら英語力と最新ニュースで情報力を上げていきましょう。まず1番目に英語字幕ありでニュースを見てニュースのアウトライン概要を捉えていきたいと思います。次に NHK キャスターの上手な英語をお手本にしながら、私たちも字幕を英語字幕をしっかりと声に出してスピーキング練習をして、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力高めていきながら、難しい単語表現、そしてニュースの詳細の内容、日本語字幕も使いながら見ていきましょう。そして3番目は総仕上げということで、字幕なし英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像だけでしっかりと学習した単語表現、ニュースの詳細理解できるのかチェックしていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて、一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。英研究家チャンネル、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは早速、インドネシアで何が起こっているのか、NHK ワールドニュースを使いながら、英語力と情報力上げていきましょう。Let's get it started!さあ、それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。原稿を読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は原稿は無視して左側の NHK ワールドニュースだけ見ていきましょう。それでは Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース with English subtitles. Let's try.People in Indonesia have felt a series of earthquakes beneath their feet. All that activity has set off a volcano. Residents of a northern island have seen Mount Ruang erupt at least three times over the past couple of days. The latest eruption sent clouds of ash 3 kilometers into the air. About 800 people live on the island. Most of them have fled to a neighboring one.Authorities have put those who stayed behind on alert and ordered them not to go within 4 kilometers of the crater. Officials with Japan's Meteorological Agency have been watching for any tsunami, but they say they haven't seen any significant changes in tide levels. さあ、いかがでしょうか。字幕ありで見てみましたけれども、アウトラインニュースの概要聞き取れましたでしょうか。インドネシアでボルケーノ、火山が噴火をしているということで、まあ、日本に津波の影響はないということですけれども、本当に世界中でいろんなところで火山噴火とかですね、まあ、地震が起こっていて地球が悲鳴を上げているのかもしれませんけれども、このニュースを使いながら英語力と、そして世界でインドネシアで何が起こっているのか情報力アップしていきましょう。それでは次はですね、2番目 NHK ワールドキャスター、先ほど聞いた上手な英語を思い出しながら、私たちもしっかりと英語を話す練習、英語字幕を声に出して音読をしながら、難しい単語表現、そしてニュースの内容、日本語訳も使いながら見ていきたいと思います。ということで、左側の英語声が出せる視聴者の方、一緒に英語を話しながら内容を見ていきましょう。それではまずこの最初の部分、音読をしながらスピーキング力高めつつ内容を見ていきたいと思います。 People in Indonesia have felt a series of earthquakes beneath their feet. All the activities had set off a volcano. Residents of a northern island have been Mount Rang erupted at least 3 times over the past couple of days. インドネシアの人々、足元で一連の地震を感じているということで、その活動すべてが火山を引き起こした。北アイルランドですね、北の島の住民、インドネシアの北の住民、過去数日でルワン山の火山を少なくとも3回目撃しているということですね。それでは、ここを単語表現を見ていきましょう。 A series of 一連のということですね。 A series of aspects でインドネシアの人たちも地震たくさん発生して感じている、フェルトしているということです。そしてボルケーノというのは火山活動ですね。火山ですね。ボルケーノ。All that activity has set off a volcano ということで、まあ、地震活動があって、ボルケーノ、まあ、火山が噴火をしたということで、at least 少なくともですね、3回も火山が、ルワン山っていうんですかね、ルワン山で噴火が起こっているということ
さあでは次、この部分ですね。音読をしながらしっかり見ていきましょう。The latest eruption sent clouds of ash 3 kilometers into the air. About 800 people live on the island. Most of them have fled to a neighboring one. Authorities have put those who stayed behind on a raft and ordered them not to go within 4 kilometers of the crater. とね、今回の噴火、火山灰の雲が 3km 上空に舞い上がった。島には約800人が住んでいる。彼らのほとんどは隣の島に逃げたということですね。当局、取り残された人々に警戒を呼びかけ、火口から 4km 以内には行かないようにと命じているということです。ではここ単語表現を見ていきましょう。Eruption というのは噴火ですね。The latest eruption、最も最近の噴火というのは clouds of ash、灰の雲ですね。ash というのは灰ですから灰の雲。3 kilometers into the air、まあ、空中に3 kilometers 高くまで灰の雲が舞い上がる、そんな大きな噴火が起こったということです。そしてこの fled というのは free の過去形ですね。Most of them have fled to a neighboring one。ほとんどの島に住んでいた800人の人たちは、neighboring one、まあ、近くの島に fled、逃げたということですね。そして、stayed behind on alert、警戒を続けるようにと当局は呼びかけている。そして、order them not to go ですから、行かないように命令を出しているということで、4 kilometers of the crater。クレーターというのは火口ですね。火口 4km 近くまでには not to go、 行かないようにと住民に呼びかけているということです。さあでは最後の部分を音読しながら悩みていきましょう。 Officials with Japan's Meteorological Agency have been watching for any tsunami, but they say they haven't seen any significant changes in tide levels ということで、日本の気象庁ですけれども、この噴火による津波の発生を監視しているけれども、潮位に大きな変化は見られないと。さあでは単語表現見ておきましょう。 Meteorological Agency というのは日本の気象庁ですね。 Meteorological Agency、そして Tide Levels、 この Tide というのは潮ですね。潮位、 Tide Levels、 潮位、潮位に変更がない。 Significant、 大きな変更はないということで、まあ、津波の心配はなさそうだと。さあインドネシアで、何が起こっているのか。火山が噴火して、まあ、地震も発生しているということで、今朝日本の四国でも大きな地震がありましたけれども、地球上噴火があったり、まあ、台湾地震も含めて大きな地震があったりということで、本当にいろんなことが起こりますけれども、英語と日本語字幕を使いながらしっかりと英語力アップ、情報力アップできたのではないでしょうか。では3番目最後、総仕上げということで、今度は字幕なし、英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像だけでしっかりと学習した単語表現、そしてニュースの詳細聞き取れるのか総仕上げやっていきましょう。 Let's try to understand every details of this NHK World News without English subtitles. Let's try to understand every details of this news only listening English. Let's try it. さあそれではしっかりと集中してアクティブリスニングをしながら英語力アップ、そして最新のニュースでインドネシアで一体何が起きているのか情報力もアップしていきましょう。 People in Indonesia have felt a series of earthquakes beneath their feet. All that activity has set off a volcano. Residents of a northern island have seen Mount Ruang erupt at least three times over the past couple of days. The latest eruption sent clouds of ash 3 kilometers into the air. About 800 people live on the island. Most of them have fled to a neighboring one. Authorities have put those who stayed behind on alert and ordered them not to go within 4 kilometers of the crater. Officials with Japan's Meteorological Agency have been watching for any tsunami, but they say they haven't seen any significant changes in tide levels. さあいかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースの映像とともにリスニングしてみましたけども、詳細聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、動画前に戻ってしっかりと自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らすために何度も何度も英語を聞いてリスニング力アップ、そして新しい単語表現しっかりと覚えながら語彙力、表現力を上げて、そして日本人が一番苦手と言われているスピーキング力アップするためには、やはり話す練習をするしかありません。どんどん英語を話して、英語を話すことに慣れてスピーキング力も上げていきましょう。
さあ、いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習研究価値チャンネルですけども、日本から遠く離れたインドネシアで何が起こっているのかということで、火山が大きく噴火して、クラウドオブアッシュですね、灰の雲が上空3キロメートルまで、立ち上るような大きな噴火が起こって、地震も起こっているということですね。津波の心配はないと日本の気象庁が発表していますけれども、本当に地球が悲鳴を上げているのではないかというほどですね、最近地震も多ければこういう火山活動も大きいということで、2024年始まって4ヶ月経ちましたけれども、何かと、不安定な世界、世の中だなと思う気がします。視聴者の皆さんはどんな新しい単語表現と出会い、どんな情報を得て、どんなことを感じましたでしょうか。こんな感じで英研究価値チャンネル、最新ニュースを使いながら英語力アップ、そして情報力アップできる、そんな動画配信していきますので、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。 Thank you very much for watching my videos, and I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important information from this NHK World News. If you think that my channel, AKEQ Kaji Channel, is good for you to improve your English skills, please subscribe my channels and please give me good evaluation button as well. Thank you for watching till then. Have a good day. Goodbye.